ちゃお。あちゃんです。ね、あちゃんの今日のお昼ご飯はね、ちょっと遅くなりました。ね、3時ごろです。3時前です。ちょっと3時前ぐらい。で、子供がね、なんかね、2人で出て行って、外で食べてきて。だから、なんか、友達とどっか行ってくるって、ね、2人とも出て行って、一緒にね、で、ご飯食べてきた。あちゃんずっとね、年賀状作りをしとってね、そろそろね、年賀状作っていかんと、視聴者さんプレゼントのね、年賀状を待ってくれてるんでね、元日に届くように頑張ってね、作っていきますね。はい。でね、いただきます。ちょっと小林からなんだ、もう30万円。これも書いておいて。なんか食べたんだ。まだって。急にお腹減ってね。寮にね、年賀状の裏の絵面を考えてもらう。絵面はあちゃん考えてんだけど、パソコンで作ってもらう。はがきのな、大きさにしてな、絵を入れるのって難しいんだけど、絶対のできる？分からへんて。年賀状のね、半分ぐらいをプリントして、半分ぐらいにあっちゃんの手書きのメッセージを入れようかなと思って。ほっといたら、あっちゃんご飯食べるの忘れるからな。漬物や、カブラと、カブラの葉っぱと、カブラの皮、カブラ中国大根の皮、で食べてます。江戸の庶民のお昼ご飯って感じだ。江戸の農民の。江戸の海で年貢がしんどかったから、白米じゃなかったかもからね。今日も雑穀米だけど、ね、年貢とかが大変でね、口べらしちゃんと、だから赤ちゃんとかを殺してたとか言われるけど、ね、確かにその辺はしんどかったかもわからんけど、人間がね、今の人ほど悪くないんじゃないのかな。人自体は江戸時代の方が良かった。人、人情味が溢れてたとかってあっちゃん思うんやけどね。その時代に住んだことないか知らんけど。まあ、その当時その当時でいろんなストレスもあるしね。大変やったとは思うけどね。でも、今の時代も、ストレス社会で苦しんでる人もいっぱいいてるし、ストレスを他人をいじめることで発散する。でそのためのツールがね、インターネットであったり、ね、そのインターネットも今まではちょっとこう選ばれし者しか触られへん、言い方はおかしいけど、なかなか万人向けじゃなかったけど、今スマートフォンって言ってね、一人一台絶対持ってるぐらいの末端からそんなことができるから、それは個別にいじめもするね、変なやつが出てくる。やつはちゃんと成敗しなあかんねんけどね。でも、あんまり軽い気持ちでやって、捕まって初めて罪の重さに気づくんやろうけど、それでは遅いね。もう家庭崩壊始まってるからね。大変なと思うけど、まあ、何でも考えて物事しないと、軽い気持ちでやると、そうなっちゃうんだよっていうことやね。
人間関係ってそんなもん、何日もかけて何日もかけて気づいてきてもね、一発やらかすとほんで終わっちゃうっていうのはそこやねんけどね、うん、だから気づかず軽い気持ちでそんなことをする、まあ、そういう人が増えてきてるけどね、増えてきてるからってそれがいいんじゃなく、それがこの社会の闇であったりね、悪いところやねんけどもね、でももう帰ってきても携帯いじってね、みんな静かやねんけど、あっちゃんも、ね、こうやって一人で黙々と食べたんだけど、まあ一人寂しく食べるよりね、喋らへんでも子供が横におるだけでもちょっと塩が美味しくてね、ちょっと指を舐めちゃうわ、ぬか漬けもおいしい塩入ってる、さらにおにぎりに塩振ってね、塩分もさらにとって、そんたら塩水を飲むと、うん、お昼ご飯、お米とお漬物だけで影響はするな、うん、おいしい、年賀状作ったりでデータ作ったり、ね、うん、昼からゲーム配信しようかな、ゲーム配信動画撮ろうかな、戻ってみるね、年賀状の絵面を今日にやってもらって、ちょっと裏書きも、裏書きをちゃんとして、表書きは最後クリスマスまでに投函したら元日に着くって言ってたから、確実にね、遠くても、まあ、もうちょっと遅くてもいいとは言ってたけど、できたら早めに来てねって言ってるの、なんか年賀状自体やっぱ減ってるみたい、かなりね、だからみんな LINE とかで済ますでしょ、なんでもずっと年賀状なんか送ってなかったんけど、なんか2020年の昨日時代を最後に、風の時代の幕開けに年賀状を送りたくなったのよ、みんなこんなんでね、視聴者さんに届いて喜んでもらえたら嬉しいなっていう気持ちとね、新年早々ね、みんなに挨拶できるっていう喜び、まあ、年賀状頑張って書きます、はい、慣れない筆ペンで練習してんの、筆ペンで筆ペン書きしようと思って練習してんだけど、なかなかね難しい、字下手やからさ、あっちゃん、あっちゃんの字って結構すごい特殊でね、すごい変な字書くのよ、分かってんねん自分で、うん、すごい癖強いね、届く人楽しみにしとってねまあそんなこんなでね、今日のあっちゃんのお昼ご飯は昨日カレー用に炊いた雑穀米をおにぎりにして、でカブラと、カブラの葉っぱと、で、聖護院大根の皮の、ぬか漬けで食べました。美味しかったです。すっごい素朴でね、まあ、こういうお昼ご飯ありなんじゃないのか、ちょっと魚欲しいなって気もするんだ。魚とかタンパク質欲しいなって気もするんだけど、まあいいです。今日は、まあ、そんなに何も体力使ってないんでね。頭はちょっとだけ使ってるけどもね。まあ、頭の栄養はね、チョコレートが目の前にある、チョコレート効果。カカオ 86% があるんでね、これをね、また後で、今は食べへんけどね、ちょっと食べた、ご飯食べた後ですぐはね、血糖値が上がる、ご飯、お米から血糖値が上がるんでね、糖は頭の栄養やからね、その糖でなんとか頭を、ちょっと経ってからこれ食べます、はい、ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います、またグラスカップ新作出ます、あ、もう出てるかな、うん、昨日ちょっと作ってあげと
ろんな新作グッズが出るんで、よかったらまたあっちゃんグッズ考えてみてください。あっちゃんと一緒にいつもコーヒー、ジュース、水、お茶、それ飲むときにね、あっちゃんと一緒に飲みましょう。ということで、あっちゃんグッズぜひぜひ買ってください。ではまたね、バイバイ。この下に多分貼れてると思う。貼れてなかったらね、動画の説明欄のところに通販サイト、アリスとスズリの、あっちゃんストアに2つ買ってるね。その2つ違うもの売ってるんで、ぜひぜひ見てみてください。ではまたね、バイバイ。ちょっと宣伝でした。